コルネイ・イバノビッチ・チュコフスキーは、ロシア帝国及びソビート連邦サンクトペテルブルク出身の詩人。小説家、文芸評論家、翻訳家、批評家。娘は女流作家のリージャ・チュコフスカヤである。文芸評論、批評以外にも、児童文学にも精通し、アイボリット先生の生みの親として名高い。1962年、ネクラーソフの克服で、霊人賞を受賞。 また同年、オックスフォード大学より名誉学位が与えられた。チュコフスキーは、翻訳家としても、イギリスの劇作家、詩人であるウィリアム・シェイクスピア、同様に、イギリスの小説家、詩人のラドヤード・キップリング、アメリカの詩人、ツ筆家、ジャーナリスト、ヒューマニストのウォルト・ホイットマン、同様に、アメリカの作家、小説家のマーク・トウェインなどの作品を翻訳した。 なお、チュコフスキーは翻訳の他に、イギリスの作家、批評家であるギルバート・ケース・チェスタートンやアメリカの小説家のオー・ヘンリーに関する翻訳論もある。アイボリット先生ソビエト連邦が作成した、チュコフスキーの記念切手新歴の1882年3月31日、定政ロシア時代のサンクトペテルブルクに生まれた。出生名は、ニコライ・ワシリエビッチ・コルネー・チューコフで、 1901年に、オデッサにてジャーナリストとして働いているときに、コルネー・チュコフスキーに改名した。なお、文筆活動も1901年から始めた。1905年より、反政府風刺雑誌、信号の編集部で働くと同時に、文芸評論家としても活動する。1908年、評論、チェーホフから現代までを表す。1914年に、 ホイットマンなどの評論集を表して、その後の1916年より童話、ワニを表して、好評を得た。1925年に、子供言葉について観察した風変わりな著作、2歳から5歳までを表す。また同年から1929年、1936年、1942年にかけてチュコフスキーは、 アメリカ出身の児童文学作家のヒューロフティング作、ドリトル先生に登場する、主人公のジョン・ドリトルを元にして本案された、アイボリット先生を生み出した。1934年、ソビエト連作家連合の第一回会議に参加した。第二次世界大戦後は、ロシアの詩人であるニコライ・ネクラーソフの研究をし、1953年に、ネクラーソフの手法を表す。 1962年、ネクラーソフの克服で、レーニン賞を受賞。同年、オックスフォード大学で名誉学位が与えられた。1966年、アイボリッド先生が、アイボリッドマイナス66として映画化され、ロシアの作曲家のボリスチャイコフスキーが音楽を担当した。1969年10月28日、ソビエト連邦時代のモスクワで亡くなる。なお、 日本におけるチコフスキーの作品は、中本信之、宮川康江、西郷武彦、内田里紗子らにより翻訳されている。ABC 世界大百科辞典1972、P385、ABE 万有百科大辞典1973、P383、工藤正宏、チコフスキー、日本大百科全書、2019年6月10日閲覧。 シュコフスキーとは引く言葉ンク、2013年2月15日、閲覧。ありがとうございます。